それでは委員会を再開いたします。まずはじめに一般質問でございますが、加藤委員の方からヒートアイランド現象の削減策について質問を行います。加藤委員どうぞ。はい、えー。今回ヒートアイランド現象軽減に向けた取り組みについてなんですけども、ヒートアイランド現象はまあ京都市に限らず都市部を中心に全国的に問題となってきておりまして、で、まあ京都市も例外ではなくて、 環境省の資料を見てみるとあの京都市の1日を通した気温も全,全体的に上がってきていますし夜間人口10万人あたりの熱中症発生率も全国的に見ても非常に高い数値が出てきておりますで、えー、京都市のホームページとかいろいろ資料を探っているとその抜本的にヒートアイランド現象をどうにかしようっていうのが環,、えー、環境政策局としてなかなか出てこなくて今 どういう対策をされているのかなというのをお伺いしたかったんですがいかがでしょうか。はい森本地球温暖化対策室長どうぞ。はいヒートアイランド対策でございます。あの現在ですね京都市の方では現行のあの地球温暖化対策計画この中でヒートアイランド対策というのを設けまして市内の緑や農地などの水の力を活用することによって。 都市の太陽熱吸収を低減させ、清涼な自然風を導入するなど <coughs>、ヒートアイランド現象の緩和を図りますということで、具体的には市民農園の整備等の農地の有効活用、あるいは水と緑のネットワーク作り、また水を活用した取り組みの推進ということで、一応あの現行の計画の中ではです、ね、こういう形でのヒートアイ,アイランド対策というのを設けております。加藤委員 まあ今やってる対策としては緑と水を中心としたヒートアイランド現象の対策なんですけどもあのな,なかなか市内中心部になるとそういったスペースも取るのは、えー、壁面緑化とか屋上緑化あと打、まあ、内水とかそこら辺ぐらいしかなかなかできなくなってくると思うんですけども例えば東京都とか大阪見てみると。 えー、東京都ですとクールスポット創出支援事業大阪府ですとクールスポットモデル拠点事業というふうにあの都市部の中で、えー、アスファルトとか、えー、ビルがあってガラス一面覆われているそういったところでいかに涼しくしていくかというところに対して補助金出して対策を打ち出そうとしているんですが京都市としてはそこら辺について何かかお考えはあり,ありますでしょうか森本知事長、はいあのー。 いわゆる東京都等のです、ね、クールスポット対策でございます、私も先日、東京都の方ともちょっとお話をしてです、ね、いろいろと聞か,聞かせていただいたんですけれども、やはり一定程度の補助金を打つという形で、かなり財政的にはです、ね、東京都のように少し余裕があるところでしたら、なかなかいけるとは思うんですけれども、やはり京都市、なかなか厳しい財政状況の中で,です、ね、現在は市民の方のご協力を得まして、 例えばあの民間の児童館ですとか保育所、あるいは他のあのそういう民間さんの自主的な取り組みにですね、ご協力いただいてクールスポット等を実施しているという状況がございます。まあ、今後もですね、あのできる限りあの市民の方のお力を借りながらですね、京都市の中に。 少しでもそういう対策ができるようにやっていくことと、あと上下,水等も上下水道局等がですねあのミスト等の貸し出し等も行っておりますので、そういう公と民の力を合わせながら、こういうクールスポット対策としていきたいと考えております加藤委員まああのなかなか東京都の潤沢な財政事情と比べると厳しいのは、まあ、いろんな場面で私も実感していますし、えーまあ、正直。 お金の面ででは厳しいといととうことが分かってるんですけども例えばあの、遮、えー、熱シートの話とかですと最近、遮熱シートとかいろいろ事業を手がけておられる、えー、科学系の会社の人とお会いして話す機会があったんですけどもそれも新しい、えー、その技術が出てきて例えば、えー、今までの遮熱シートですとあの入ってきたのを下に。えー 熱の熱線が行くんで地面が温められて結局はあんまりあの建物の中は涼しいですけど全体として見てみればヒートアイランドの対策になっていないというふうになってたんですけども最近の技術で来たとえ、えー、熱線をそのまま宇宙に向かって跳ねて返すっていうような技術も出てきてそういった新しい技術に対してもいろいろ京都市ももっと関心を持って取り組んでいかないといろいろ。 その京都盆地という性質もありますしすごいまあアスファルトに覆われてて日差しもきついですしそういった特性を考えた上で何か抜本的な解決をしていかないと今後ますます、より京都夏暑いと言われますけどもっと暑いというしんどいところになってくると思うんですがそこら辺どうお考えでしょうか。森本市長。 はい、あの私もこの4月からあの地球温暖化対策室に参りましてあのちょっとびっくりしたんですけども、えー、我々の,あの温暖化対策室をはじめ環境政策局職員積極的にいろんな技術の展示会ですとか大学の先生なんかとお話をされているのを見聞きいたしまして、まあ、私自身もそうなんですけどもやはり常に新しい情報新しい技術に関しまして貪欲にあの集あの吸収してそれを市民の方になるべく還元していく方策を いかにま効率的にやっていくかというのが大事かなと思っております。まあ,あの先生ご指摘の通り、あのやはり新しい技術等を生かしてですね、市民の方にできるだけ快適に過ごしていただく空間を作るというのはすごく大事なことですので、今後もあのできる限り職員を派遣したり、あのいろいろな文献等を確認しながらですね、新しい技術の導入に関しまして動力に挑戦して挑戦していきたいと考えております。加藤委員、まあ今ちょうど。 京都市役所もあの庁舎改修入ってますけども例えば、まあ、庁舎改修の中で環境政策局からいろいろと新しい技術調べた中で使えそうなものに関しては積極的に行財政に対して、まあ、財政的にこれ以上、まあ、庁舎の改修事業にお金かけていくのはどうかっていう議論もあると思うんですけどもそういった新しい取り組みに対しては 行って積極的に取り組んでいく必要もあると思いますので、そこら辺についてしっかりと提案して。あの京都市の中で、え、京都市の施設の中でも、そういった取り組みを積極的に打ち出したい。打ち出していただきたいと思います。最後に、そこのお考えをお伺いして終わりたいと思います。はい、森本市長。はい、あの、今先生ご指摘のありましたように、まあ、京都市の大規模な公共建築物、まあ、直近では市役所とございますが。あの、そこの担当職員。 でわれわれ、協議、あるいは意見交換をいたしまして、できる限りあのまり、あ、財政的な限界ありますけれども、環境に優しい低炭素仕様の公共建築もするということで、協議させてもらっておりますので、まあ、今後もそれは継続して取り,取り組んでいきたいと思っております、はい、よろしいですか、はい、この件に関連して、他にございませんか。 はい,いですか、はい、それでは続いての一般質問は、ですね山根委員によるアスベストの不法投棄について質問を行います。山根どうぞ えー、私からはあのー、資料をいただいたやつですけれどもあの伏見区第5北葉山におけるアスベストの不法投棄についてという広報資料を6月の8日付で頂い,いているんですけれども、えー、まずその事実経過と言いまと言いますか概要といいますか簡単で結構ですのでご説明いただけますでしょうか、はいえー、福井、えー、循環型社会推進部担当部長どうぞ。 6月8日の日に広報を発表しまして、資料として議員の皆様方にもお配りさせていただきました、あの伏見区大号でのアスベストの不法投棄についてでございます。事案につきましては、必ず申し上げますと、5月30日の月曜日でございますが、随神院の霊園の駐車場で、その随神院の職員の方が不法投棄を発見されまして、 山品警察署に通報されましたその翌日の5月31日火曜日でございますがその日に京都府警本部の方から私ども局の廃棄物指導課の方にアスベストの疑いがある不法機があると。 いう電話連絡がありまましして職員を直ちに休校させました現地では50リットル程度の袋詰めで最終的に確認しましたところ277袋1袋はそれぞれ少量ずつ入っておりましたけれどもそのアスベストの袋詰めが駐車場内に山積みされておりまして。 随神におきましてすでに水を含ませた処理とそれからブルーシートが措置済みでありました飛散の恐れはほぼありませんでしたけれども袋の中身が繊維性で泥状の正常を示しておりましたので。 アスベスト含有物の可能性が疑われるということで、アスベストにつきましては目視ではなかなか判断ができないということで、念のために直ちに分析機関の方に分析を依頼いたしました。 万一不法投棄物がアスベストであった場合のことを備えまして、すでに資産防止措置を講じておられましたけれども、これについて問題がないか確認しまして、周囲の立ち入り禁止措置を講じたものでございます。6月7日火曜日の日に分析結果が出まして、アスベスト含有の廃棄物と断定されましたので、直ちに本市で撤去する方針を確認をいたしまして、 その日のうちにアスベストを適正に処理することができる専門業者を選定いたしまして、撤去準備として現地を確認させ、待機測定も実施をいたしました、撤去は6月8日水曜日の朝1時半から、収集車両に積み込み作業を行いまして、午前中のうちに産業廃棄物の最終処分場で埋め立て処分をしたという経過でございます、以上でございます、山根委員ありがとうございます、 えー、そのアスベストの含有物が2.67トンで合成樹脂袋にまあ入れられていたということなんですけれどもあの、まあ、今、お、えー、話がありましたように50リットルの大きさの袋に、えー、これが277袋あったということなんですけれどもあの過去にこういう形で,です、ね、アスベストの不法投棄がされたということはあるんでしょうか。福井担当部長 これだけ大量のアスベストが不法投棄された事案というのは過去に本市においてはございません山<林>過去にはないということですで今あの話がありましたように不法投棄は投棄物は撤去ということでこれはもうすでに現地の不法投棄物はすべて撤去されたということで理解してよろしいですか福井担当,担当部長 あの産業廃棄物の処理業者によりましてすべて撤去収集撤去してあの埋め立て処分場で処分をしておりますあの現地にはもう一切ございません山田委員えそれでですねもう一つですがあの4月にですね実はあの伏見区の市民の方からこんな情報が寄せられております、えー、深草の大八街道周辺地域で操業している業者がアスベストを含む産廃を許可なしに 保管をしているとでその後ですねあのこのアスベストを含む産廃を、まあ、どうやら袋に詰め込んでいるような、えーえー、そういう状況があるという情報もあったんですけれどもあのまさかこれはないとは思うんですがあのその件とですね今回の件に 関連性というのがあるのかどうかそれからその大谷街道周辺地域のお話については5月の頭に局の方からお話聞いたんですけれどもその時は調査をして対応するということだったんですけれどもその後どうなったのか答えられる範囲で結構ですので教えていただけますか。福井担当部長 今、山田議員からご紹介いただきました事案というものが、4月の中旬頃に匿名の通報で、私どもの方に事案として、通報があったものでございまして、現地調査を行いまして、許可なしで保管ということでございますが、あの許可を持って、他人の廃棄物を保管しているというものではなくて、自分のところで、 まあ出しししたたももののをそこでで保管していいいるというものでございましたでアスベストにつきましてアスベストの,あの、まあ、レベルといいますかあの内容があの非,非飛散性飛散しない廃棄物ということで屋根の,あの部材なんかに使われておりますあのスレートというものに合成してあの加工されたものでございまして、まあ、それはそのまま埋め立てをすると通常の 産業廃棄物として処理することができるものということで今回の伏見区第5で発見されました不法投棄物とはアスベストの種類が全然違いましてでこの大岩街道周辺地域での事案につきましては山根議員からもちょっとお話がございましてその後局の方で指導を継続しまして最終的には5月24日の時点で すべて事業場から搬出を完了させておりますで、廃棄物処理法の許可業者において適正処理したことを廃棄物指導課の職員が確認をしているということですので、今回の事案とはあの全く違うというものはあの申し上げることはできると思います。 関連性については今回のものとは全然違うということであります。であのということはあの今回のです、ね、犯人についてはまだ分からないというのが多分現状だと思うんですけれどもそこであの一つは今後の対応についてはどうされるのかその決意も含めてお聞かせいただきたいということとそれからその大谷街道の件についてはあの5月24日 時点で完了ということですので、その廃棄物があの処分場の方ということだったんですけど、それがまああのどこの処分場に運ばれたのか、その点はいかがでしょうかはい福井担当部長ちょっと順番が逆になりますが、あの先ほどの大岩街道周辺地域の事業者の部分でございますが。えー 適正処理したことにつきましてはあの確認をしておりますが、えー、ちょっと最終処分したところまであの追いかけてはあのちょっとできていませんのでああの、申し訳ございません、あの大,岩大岩海道周辺地域で、えー、かあの業を行っております、株式会社平山というところで、えー、受けております。 でそれからあのもう一つ最初の方のご質問でございますが、不法投機といいますのはあの、廃棄物処理法の中で、1000万円以下の,あの懲役、またはあのえ 1, 万5年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金、またはその両方課すというで、法人には3億円以下の罰金という、一番重たいあの罰則が決められておる、非常に重大なあの悪質なあの犯罪でございます。 でましてや今回はあの人の健康にあの、まあ、影響を生じさせる環境保全上使用を生じさせるような、えー、廃棄物ということで非常に危険な廃棄物を放棄したと、まあ、許せない行為でございます。えー、犯人につ,き、ま、あの者につきましては 現在あの、京都府警において、まあ、捜査中というふうにあの考えておりますが、えー、京都市におきましても、あの全面的にあの捜査に協力をして、行、え、為、ー、者、または、えー、この今回の行為に関わったあの排出事業者を含めまして、えー、特定をあのしていきたいというふうに考えております。えー、またた周辺のあの住民の皆様には大変ご不安を与えとということで、えー 思っておりますが、あの大気測定の結果もあの問題ないということでございますので、えー、ご安心をしていただきたいと思っております。えー、今後もあの、まあ、放毒物が放毒されない、えー、環境づくりということで、あのパトロールもあの定期的に行っておりますし、えー、そういう一旦行為がありましたら、えー、そういう行為者を特定するあの犯人を探して、えー、原発に処置してもらうということで、えー、対応していきたいと考えております。以上でございます。山根委員。 e ま言っていたただきましたようにです、ね、ぜひあの強化をして頑張っていただきたいと思うんですがあの、まあ、あの先ほどもありましたようにこういう規模のアスベスト不法投棄というのは過去にないという話があったんですけれども改めてです、ね、最後にあのこれはあの要望しておきたいんですが、まあ、今回の件も受けてです、ね、特に、えー、たくさんの業者が集まっているその大岩街道周辺地域においてそのアスベストの扱いについてです、ねえー、改めて業者に対して えー、啓発注意喚起を、えー、強化してほしいということがですね住民の方からそういうご要望もございましたのでぜひともあのそういう形で取り組んでいただきたいと思うんですけれども最後にその点だけお聞きして終わりたいいと思います福井担当部長。 あの大岩街道周辺地域はもちろんでございますがあの市内全域またはあの京都府とも連携した京都府域ということで、えー、アスベスト廃棄物に関しましての、あのー、そういう注意というのはもともと建設業の労働災害防止の観点から、えー、石面岩油の、あのー、そういう建築材料の、えーまあ、そういう作業,作業についてはいろいろ。 あの遵守すべき事項というのが定められております、でえー、そういう事項は当然、守っていただくのと、それから廃棄物処理に関しましても、それぞれで細かくルールが決められております、まあ、そういったものをあの遵守するというのは当然のことではございますが、あの今回の不法投棄事件を受けまして、改めてあの関係業界等に、えー、そういう周知等をしていきたいというふうに考えております、以上でございます。はいえー、山井よろしいいですかはいえー この件に関連してございますかないですかそれでは続きまして質問一般質問でございます吉田委員から家庭ごみ午前収集について質問を行います吉田委員どうぞおはようございますこの家庭ごみの午前収集の件に関しましてはあの先月の本委員会で第五地域でまだまだ二時三時頃ぐらいの収集が 現実的にあるという点を指摘させていただきまして、改善を求めたところ、もうこの今年度中にという力強いご答弁をいただいたところでございます、また、ほ他の会派の皆様方からも、本会議等々の場でも、ですねこの課題は取り上げておられるという状況でございまして、住民の皆さんからの期待も大きいということで、私自身も期待をしております。 ただしです、ね、あのまあ、精神論ではなくして、やっぱりきめ細かな具体的なプランが必要であると思います。この午前収止を徹底するにあたってはです、ね、ひ歪みが出てしまわないようにしなければならないということも、まあえー、言えますし、そういう点で、まあえー、今、いくつかちょっと考えられる懸案といいますかね、その点も、あのー、申し上げたいと思うんですけれどもね。えー、一つは、えー ゴミの量とパッカー車の台数のバランスがやはりもう一度見直す必要があるのではないかと思うんですね。そうでないとですね、余裕のあるところとギリギリのところ不足しているところなんかはですね、えー、差が出てきてしまうと思います。えー、そうすると、あのー どうしても午前中に終わらせると思うと一台のパッカー車にも詰め込んで詰め込んで飾らえないと稼ぎ際の心配もあったりとかですねあるいは、えー、渋滞に巻き込まれて運転する人の、えー、焦り等々で事故の危険も高まってくるわけでございますそういう点、やっぱりしっかり、ねあのまあ、プランとして、えー、再度見直していく必要があると考えますけれどもいかがでしょうか。はい えー、久保循環型社会推進部長はい、えー、午前収集でございます。あの今、先生おっしゃいました。ように全、えー、市で完全午前収集を実現するという元に、あの今、えー、鋭意作業計画等を。を 調整していいるところでございますあのおっしゃいますとおりあのごみ量がここまで、えー、減ってまいりまして皆様のおかげでここまで減ってまいったわけでございますけども、えー、今現在188台のごみ収集車で 全を収集していいるものでございますその中で当然、ゴミの,の減量の状況、地域によって若干のばらつきが出たりとか、これまでの作業計画に合わない部分も出てくるということも当然予想されます、それらにつきましても、あのこの午前収集に限らず、日々、町ビクア事務所の方で、排出状況を把握した上えで、調整しておりますが、今回、全市で午前収集を実施するということで、改めて、 全社のまあ作業計画をえ見直す中で、無理のない形でそれぞれがえ法令を遵守して、無理のない形でえ午前中に市民の目の前からゴミを引き上げるということを実現してまいりたいと思っております、そのまあ今、作業を鋭意進めているところでございます。吉田委員 まあその作業を進めていかれるにあたりましては、私はあのその直営とです、ね、民間委託のバランスが大事だと思うんですね、先ほどのまあ南部クリーンセンターの委託に,対してもです、ね、に関しましてもです、ね、まあ、順次、民間活力を有効利用していく方針のもと、ね、委託するべきところ、民間に、ね、お願いするべきところは、有効して、 移行を進めていくという方向性でありますでこのごみ収集においてもですねやはり、えー、いい意味で共存されてお互いのいいところがちゃんと生きていけるようにしていくという点が大事であると思います、えー、従いまして例えばですね、えーまあ、私があのその民間の方にちょっと取材したところ一方通行等の通行規制がされている地域においては直営ではそこは、えー、規制が 緩和されているというけれどもそれが民間では、えー、認められていない状況があるということなんですけれども、えー、そうしたらそのコースを、えー、考えたときにどうしてもその通行を通る際に、えー大回りをしなければならない、えー、ケースが出てきてしまうわけでありますそうするとそういう地域はまあ、直営を当てるということも一つあると思いますもう一つは、えー、効率的なルートを考えたら 民間の車もその地域を走るケースをパリしていくほ方がいいというのであればですね通行規制の地域においての緩和のもですね民間においてもそれを当てはめる必要もあるとこのようにも私もあのお話を聞いて,考えている感じたわけでありますけれども、まあ、そういうこともです,、ね、もうそのすり合わせ検討の際には 重要な観点になると思うんですけれども、この点に関しては、どのようにお考えでしょうか。部長、はいえー、いわゆる、えー、通行禁止除外指定と。 いいうもののがございますあの我々もごみ収集にあたりましてはそういった普段通れないようなところについてもあのごみを収集必要、えー、収集する必要がございますのでそれにつきましては、えー、直営委託にかかわらず我々の方から警察署の方に申請をさせていただきましてどうしてもあのこの時間帯に取る必要があるあるいは、えー、こういった地域に、えー 入るる必要があとということで警察署の方と相談させていただきまして、京都市の委託業務であると、公的性格の非常に強い業務でございますので、そういう意味では警察の方にもご理解をいただきまして、直営車両のみならず、委託の車両につきましても、そういった地域を通行する必要がある部分については、除外指定をいただいて、現在、収集をしていただいているところでございます。吉田議員 分かりました、まあ,あの、警察とも協議しながらですね、えー、柔軟でなおかつ実務的な、えー、実行力のある計画にしていかれるという点を期待をしていきたいと思います。で、まあ、あのまあ、午前中に終わらせるとなりますと、ですねその、開始時間も前倒しして、早めに行かれるようなね、えー、工夫といいますかね、そういう。あの 場合も出てきてきしまうそういう想定がなされると思うんですけれどもその場合は就業規則の変更とか従業員の待遇とかさまざま配慮も出てきてくると思うんですけれどもその点、まあ、直営においてもいろいろ検討されるかも分かりませんまた、えー、民間の方もですねやはりその点の、えー、従業員への、えー、待遇を、まあ、あの見直されてですね考えていくことが余儀なくされる場合はやはりその時、えー、行政側も その点も重視して配慮していくという点あのことも重要になってくると思うんですけれども、まあそういう点のご計画には今どのように今検討されているんでしょうか。久保部長。はい、あの就職時間帯についてでございますが、えー、今現在のところ就業規則まで改定して例えば時間を早めて。えー 8時,8時以前に出るとかそういうことは今のところ考えてございませんあの地域によりましてはやはりスクールゾーンの問題等ございますしあるいは、えー、地域とのお約束でこの時間帯以降に出てくれというような事業所もございますので、えー、そういった中で今の計画がございますしまあ若干 早く出できるところもございますあの現にあの今でも一部の事務所ではえ基本的には8時半出向ですがそれより早めて出庫してる事務所もございますのでそこら辺はあのそういった地域とのお約束あるいはスクールゾーンをあのその時間帯に通らないというようなことも含めてえしっかりと 計画作業計画を立てた上でえで、ー、午前収集の実現に向けて、えー、これから進めてまいりたいと思います吉田員今ね、あのご答弁にもありましたように、あの地域住民の方々も、基本的に8時頃ろに出したら収集されていかれるという点はもう浸透しておられるわけですから、まあ、収集自体時間自体がね、あの8時よりも早まるということは、それはもうさまざまな。 ハレーションが出るというのは十分考えられますただ、まあえー、事務所から出発をされる時間、渋滞も勘案しながら、いろいろ工夫されて、収集自体はまあ8時頃8時過ぎから始まるけれども、それが、えー、渋滞に巻き込まれて、もうえー、収集開始,開始時間に影響してくることが、ね、ないようにしていくような工夫ということも、あの現場では考えられるのではないのかなと。 いうふうにはまあ思うわけでありまして、まあその点も、えーえー、よろしくお願いしたいと思うわけであります。まあいずれにしましてもですね、あのまあ今後もですね民間移行されていかれるという方針であります。あの、えー、まあ民間に移行するとですね、行政サービスが低下をするという心配をねされる方もおられるわけですけれども、そういう心配を払拭するためにもですね、やはり民間の活力を もう十二分に生かしていく、えー、プランと、それから十分な話し合いというのもね、もう大事になってくると思います。えー、市民の目から見たら、ですねこの車は直営やけど、この車はあの民間であると、だからもう民間の場合はしゃくしゃあないなとかいうふうに思うような人はもうほとんどおられないわけでありますし、ごみを収集しておられるお,お,お仕事は、結局、京都市が責任持ってやられるというおられるということは、えー、もう民間であろうが民あの直営であろうが、全くあの変わらない。 逆に言うたら、しっかりとそのトータルにマネジメントをされた上で、現場におけるさまざまなのの無事故であり、また、時間がずれないとか、さまざまなこの行政サービス向上が大事なところで思いますので、やはりこの民間の皆さん方とのです、ね、今後、話し合いをより一層まあ強化をしていく必要があると思います。この午前中収集といいうテーマににおいてもです、ね、特にやはり、 今私が指摘させていただいた課題といいますかね懸案以外にもたくさんの点を今、心配しておられるかもしれませんしそれでも踏まえて。 この民間で協力しておられる方々との話し合いもしっかりされて、ですね、このごみの午前中収集がよりスムーズになおかつ効果あるものにしていただいて、中期住民の方々が喜んでいただけるようになっていけることが大事だと思います。最後にその点の点ご見解をおお聞きしております。久保部長 はい、あのこれまでからあの民間の業者さんにはゴミ収集車につきましてもあの直営車両と同じカラーでこの3色で、えー、ボディを塗装していただいているということで。えー 公共の仕事を担っていただいているという、えー、意識を持っていただくということ、それから先ほどおっしゃいましたようにあの市民の方からしたらその直営化民あの委託課っというのはほとんど区別がつかない中で我々と同じようにそれ以上のサービスの提供を心がけていただいているということであの我々の方も民間業者が自主的に主催される研修会等にも、えー、お邪魔してです、ね、いろんな話をさせていただきますし、えー、特に今回の御前収集については、えー 町火事務所だけではなくて統括課でございます町火推進課が個々の業者から入念にヒアリング等を実施しまして無理のない作業計画の中で安全に御前収集が 実施できるように努めてまいいりたいと思いますあの民間業者さんに対しましても、まあ、あの苦情のみならずあのいろいろ感謝のお声もいただいておりますがそういう場合につきましても我々がすぐさまその業者の方にもしっかり市民の声をお伝えして、えー、そういったあの、まあ、意識の醸成といいますかそういったことにも、えー、ここの社員さんにもしていただくというようなそんな取り組みもしておりますので今後も併せまして、えー 市民サービスの向上に努めてまいりたいと思います。以上でございます。はい、よろしいですか。はい、この件に関連してお、えー、他にございませんか。はい、えー、なければ次の一般質問に移ります、えー。次は中野委員による第92回、えー、関西電力株主株主総会について、えー、質問を行います。中野委員のどうぞ。えっと以前もお伺いしましたけれども、開発 関西電力株式会社に対する株主提案の取り組みについてお伺いします6月28日火曜日に神戸で行われます第92回定時株主総会実質はその議決権の行使の締め切りが6月27日の月曜日でもありますので一定この27日で方向性が決まるのかなというふうにも思っていますこういった中でですね まあ、京都市があ平成24年3月27日の、まあ、京都市会の決議も受けてさまざ、あ、ま、その脱原発依存という,う視点で,です、ねえー、関西電力の方に働きかけをしている、まあ、特に株主の方に、まあ、こういった働きかけをされているというふうなことで以前、さまざまお伺いしました、まあ、今現在の,この28日に向けての取り組みの状況を聞かせていただけますか。 はい、柳瀬川地球温暖化対策室エネルギー政策部長、どうぞ、はい、6月28日に行われます、関西電力の株主総会に向けた取り組みでございますけれども、現在ですけれども、昨年から実施しております、大口の株主の方への賛同をお願いする文書ですね、これの発送、準備作業を進めておるところでございます。 はい中野委員えっとそれはその大体どれ何件ぐらいでえ実際にその郵送されて、えー、その上でそのかぶせて、えー、説得に伺うとかお電話をされるとかその辺についてはいかがですか柳沢部長はい、えー大,口のえー、大口の株主ですけれども、えー、10万株以上保有されております、えー、法人等に、えー、送ることにしておりまして、えー、約 団体企業でございますそれでこの賛同依頼につきましては大阪市と大阪市と共同で提案している部分につきましては大阪市と京都市の依頼分をセットいたしまして郵送いたします京都市の提案については京都市だけ。 でございますけれども郵送いたしましてその後あと、その株主の方に会いに行ったり電話をしたりとかでどうされますかという確認はしておりませんあの文書の送付ということをそこにとどめておりますけれどもそういう取り組みを行っているところでございます中野委員、まあ、あのその議決権が1200団体、まあ、どうされたかというのは あー把握はされてないと,とは思いますけれどもおーその働きかけはその、まあ、郵送だけという部分だと一つ届いているかどうかというところ、えー、中をご覧いただいているかどうかというところおーそして思いがきちんと伝わっているかどうかというところ、まあ、その辺もおーちょっと見えにくいところでありますけれどもそこに関していかがですか。 長はいすみません、その前に一つ、訂正をさせてください、と大口の株主の方、私、数字を間違えていってしまいまして、文書の送付予定数ですけれども、約120でございます、先ほどちょっと一桁間違って、1200と申してしまいました、失礼いたしました。 賛同依頼文を呼びかけて、えー、その送りっぱなしっていうことについて、えー、どう考えるかということでございますけれども、あのー、そういう働きかけも大切だとは思うんですけれども、えー、株主それぞれの方のお考えもござ,、えー、ございますことでございますので、えー、あまりその、えー、京都市の,そのお、えー、必要以上な 押し付けということになってもどうかということもございますので、今のところは文書の送付にとどめているそういうい状況でございます中野委員ち、ちなみに大阪市も同じあの、つまり郵送のみということでよかったですか。部長 大阪市も文書を送っておられるだけということでございます京都市につきましては去年からこの文書を送っているんですけれども大阪市さんはそれより以前から文書を送っておられるということでございますそういう大阪市さんも文書を送られているそこでとどまっているということでございますので京都市もそれに習っているところでございます中野委員 えとまあ、そ,それ以降の働きかけについては、特に大阪市と連携したり、相談したり、その辺の作業はあります木沢部署、はいえー。現在のところ、えー、大阪市さんと、えー、今回につきましては、えー、文書を送るというところで。えー どうするのかというところは、お話はそこで止まっております、今後、何か加えて、有効なことができるのかどうか、それは今回の株主総会には間に合いませんけれども、次回に向けて検討はしていくことは、やっていくべきだと考えます安達、はい、地球環境エネルギー政策官、どうぞ。はい 若干補足をさせていただきます株主総会ということで、まあ、会社の最高意思決定機関、私どもも大阪市ほどではありませんけれども大株主の一員としてその会社の内部に入って株主総会に直かに市長が基本的には毎回足を運んで直接株主の皆様に訴えをさせていただいております。提案の内容につきまして 即時に多数の皆さんがこれまでのお考えを変更されて、即可決されるという状況でないことはご承知のとおりですけれども、粘り強くこれを継続していく、例えば関西電力自身が再生エネルギーの拡大に向けて頑張っていこうという機運も若干ですけれども、出てきております。 継続をしていくということが大変大事だと思いますし、一方では株主は26万人、まあ、あの個人も入れてですけども、おられる、まあ、そういう中で、個別の取り組みということには、なかなか限界もありますけれども、引き続き我々にやれる範囲内のことをしっかり取り組んでいきたいと考えております、以上でございます中野委員。えっと 市長が株主に訴えられているというのは、その書面を通したという理解でよかったですか私政策官、はい、株主総会の当日に、今年も神戸で開催されますけれども、株主総会の現場へ行きまして、発言をさせていただ,くあのい,ただいておるあの、そういうことでございます。中野委員 えっとその前日の午後5時で議決権の行使が締め切りになるんですけれども、逆に当日、市長が訴えられて、あの仮にその決定が広がえるということはあり得るんですか、はい、柳沢部長、どうぞ。はい えっとですね、インターネット郵送での受付が前日までということでございまして当日ご参加されている方につきましてはその場で自分の考えを決められるそういうことになっておりますですので市長が当日京都市の考えを述べられてそれによって京都市に賛同を得られるそういうことでございます中野委員 とということは先ほどの,その10万株以上120団体のまあほぼすべてとは言いませんけれどもあらかたはその当日、意思決定をされるという理解でよかったですよね、その場でまあそういった方々に市長が思いを含めてえ提案、議案を説明されるという賛同を求めるという理解でよかったですか。矢 えっとえー、京都市が賛同依頼文を送りました方全員が、えー、当日出席かどうかはあの、えー、分かりませんので、えー、その市長の、えー、意思表明でどれだけの方が、えー、京都市へ賛同ということを、えー、その場で決められるかすいません、ちょっと、えー、分かる状況ではございません。中野委員分かりましした、まああのー、どちらにしろ市長が当日 えーまあ、今回であれば、この神戸の総会に行かれて、歯、えーまあ、司会決議も踏まえ,て踏まえられて、ですね、えー、そういうふうな形での意見表明をされる、そして、えー、その賛同を求めるために、えー、市長自ら乗り込んでいって話をされると、非常に重要な部分でもあります、まあ、当然、その議決権が、えー、そこで、えー、それぞれの思いの中で働,きかけ働くので、 その市長の思いを直接受け止めて大きくことがを変えられればそれに越したことはないですけれどもなかなかそうも難しいというところもあるかもしれません、えー、ぜひそこの部分に関してはです、ね、今後とも頑張っていただきたいというふうに思いますけれどももう1つは先ほどその大阪市と共同でこれから思いを郵送されると。 いうふうなことでございますけれどもこれもある意味今後、このせっかく郵送されるんであれば時間と人でというところもありますけれども送った部分に関しては大阪市とある意味共同でですね働きかける直接語りかけるないしはまずはその届いたかどうか読んでもらったかどうか。 そしてぜひちょっと思いを理解してもらえへんかと直接伺うまでも例えば電話とかそういうふうな形でも結構かと思いますので、えー、せっかく郵送される、せっかく働きかけるんであればぜひその辺も含めてですねもうちょっと深く先方に訴えかけるそういった策も含めてで考えていただけたらと思います。以上です、はい、柳部長 この株主提案ですけれども、粘り強く関西電力に脱原発を訴えてまいりたいと思いますので、今、先生がおっしゃってくださいましたような大口株主での働きかけですね、それについては、以後、工夫とまた検討していきたいと思います。以上でですすはいいいよろししかかかこのの権利関連てござません はい、なければ次の一般質問に移ります赤坂副委員長より南部クリーンセンターの整備計画と地元要望について質問を行います赤坂副委員長どうぞ私の方からいくつか地元要望として出ている南部クリーンセンターの関係の建設の計画のと 地元の要望との関係で、えー、まず第一にあの南北ンセンターの第二工場仮称の建て替え整備事業のお知らせというのが出たんですけどこの地元に出された文書を見ますと、えー、この中に世界最先端の環境技術等が楽しく学べる環境学習施設として、えー、都市油田発掘プロジェクト実証プラントというのが入ってるんですけどこれはあのこの委員会なり 京都市議会へのご説明はあったんでしょうか、で現在あの、先日お聞きしましたら、この学習施設というのは、えー、昔の西清掃工場の上にあるということでございますが、これはまだ,まだ実験プラントだということなんですが、これがこの第2工場のところに設置される予定になっているということなんでしょうか、いかがですか。 はい渡辺適正処理施設部担当部長、どうぞ、はい、都市油田発掘プロジェクトでございます、これにつきましては、今先生おっしゃいました通り、西部圧縮梱包施設、昔の西部クリーンセンターの敷地を活用いたしまして、現在も引き続きコスト削減、あるいは、 エタノールののの製造期間の短縮等の研究を続けていいるところでございます南部クリーンセンター第2工場におきましては世界最先端の環境技術を学んでいただく場としましてこの都市油田発掘プロジェクトの技術こういった世界最先端本当にここでしかやってない技術というのを直接見学に来られた方に ご覧をいただくということで、えー、最終的にどういう形で第2工場に実現できるかは今後、検討する必要がございますが、必ずこういう技術をご覧をいただける場を設けたい、このように考えております、はい、赤坂副委員長。この計画について、えー、設置するかどうかについても、これ、委員会に報告はありましたか、私、ちょっと今年初めてなんで。渡辺担当部長 都市電発掘プロジェクトにつきましては、この委員会ですでにご報告をさせていただいてます、これを第2工場に正式に設置をするかどうかにつきましては、まあ、現在、引き続いて検討しているところでございまして、また時期が来ましたら、ご報告をさせていただきたい、このように考えております赤坂副委員長。そういう意味ではね、あのまあ、良いものは良いということなんですけれども、しかしあの、この議会を通して、 ここで第2工場にあるん建てられるんだということがまだ未確定だということですね、今の話ではね。でそういうものがこの市民の皆さんのところに建て替え整備事業のお知らせで出てしまいますとね、私はすぐ質問されるんですわ、どうなってんのやと、議会でどういうふうに検討したんかということを言われますから、まあ、そういう点ではあのこういう住民合意というか、まあ、議会での 先にです、ね、話もなければあの、十分検討もされていないものを、こういう市民の前にまず晒すというのは、私はいかがなものかと、議会軽視ではないかというふうに思うんです、えー、その点、あのぜひ、えー、もう一度、改めて、まあ、議会にかけられるということでございましたのであの、しっかりと検討させていただきたいというふうに思います。 中身については確かに世界最先端の中身だというふうに私も思いますが、まあ、しかしそれをここに置くかどうかということも含めてです、ね、きちんと検討させていただきたいというふうに思いますそれからあ,のあと特にあの横尾寺運動公園体育館とその南部クリーンセンターの工場との関係ですね、えー、ちょっと若干説明いただきたいと思います、えー、いろいろと 熱エネルギー、電気エネルギーを供給してきたというふうに思うんですけれども、この関係ですね、南部クリニセンターと横路体育館との関連施設としての問題です。ははいいいどどでございますか、はい、渡辺担当部長どうぞ はい、あの南部クリーンセンター第1工場で発電をしておりますがその発電以外にも温水を当時作っておりましたで昭和61年竣工し当時はこの隣接の横寺体育館に第2工場を通しまして温水を供給しておりまして横寺体育館で温水としてお風呂あるいはシャワーこういったものに ごご利用をいただいいいたただてととうことでございますそれと先ほどの件であの赤坂先生あの都市油電発掘プロジェクトを、まあ、あのきっちりと議会でご報告すべきやというお話ございましたですけれども既にあの昨年の暮らし環境委員会で、えー、南部クリーンセンター第2工場の環境学習施設につきましても概要をご報告をさせていただいてましてその中の環境学習機能の一つとして 都市油田発掘プロジェクトという最先端の技術につきましても、ここでご覧をいただくということをすでにご報告をさせていただいてましたので、その点、追加をさせていただきます。はい、赤坂副委員長、えー、ということは、都市油田発掘プロジェクトとして、この今の試行段階のものをもう作るということを決めてるということですか。 はい、渡辺担当部長あのこの都市電発掘プロジェクトのプラント設備そのものを第2工場に併設するということではなくて、あくまでもその技術、そういう技術があるということをまず第2工場の環境学習施設できっちりと市民の皆様にお示しをしたい、で本当にそれが実用化できるプラントを作るのかどうかというのはまた次の問題であるというふうに考えております。はい、赤坂副委員長はい えーまあ、そういう学習教育の資料として提示するということで理解をしてよろしいですね。でそれで、えー、今のお話の続きですが、えー、この清掃工場の熱エネルギーそして電気エネルギーというものをこの地域の横路運動公園の中の体育館施設に供給してきたと。 いう経過があるわけけですけどね、まあ、こういう点ではあの私もあの体育館に見に行ったときにえ体育館に貼ってあるんですよねご存知ですかっていうのをここの電気とそのシャワー,のーなどですね、えー、お先ほどお話しあったお風呂もそうですけども、す、え、べ、ー、てえ隣の清掃工場からのえ送られているものですよということを示すまあ看板があったんですね。 でえー、おっしゃったように途中で,です、ねえー、この温水の排水管が故障したということで、まあ、これが切れちゃったんですけどあのこれが消した状態で、えー、今もなおあの掲示板がで,できてるんですけどね、あのー、私、そういう意味では、ね、この本当にその清掃工場があの汚いものとかその市民から蹴られるものだというものではないということを示す。 そういうスポーツ文化と接続したものとしてねこの清掃工場と体育館との関係というのは非常に素晴らしいものだというふうにずっと思ってたんですけどね最近またその熱の,その <laughs> お風呂の水がなくなったとかお風呂がなくなったからとかいうことで、まあ、地元の皆さんからですねそういうお風呂っていうのはちょっと若干そんな大きなお風呂じゃないですけども あのみんなが利用できるような状況やったということでそういうものがです、ね、地域住民にとって非常に楽しみであったのがもう切れてしまったということで、えー、皆さんが非常に残念がっておりましてでこれ、えー、焼却場が生まれる時に、まあ、地域との関係で,です、ね、いろいろあの協定書を結ばれてるというふうに思うんですけども、えー、この協定書というのは農村地域や横井地域との協定書などは きちんと確立されているんでしょうか、京都市と、これが協定書で結ばれているならば、きちんとその資料としていただきたいというふうに思いますが、いかがですか、はい、村中部長。協定書でございますけれどもあの、しっかりと協定書を結ばせていただいております。 はい、赤坂副委員長じゃあ、あので資料提出を求めるのを判断いただきたいと思います、はいはい、でそこで、あのー、地域によってっいろいろ違うんですよね、あのーまあ、東清掃の時にはあの温水プールがありました、えー、ところが横路はと言いますと少し小学校のプールよりも小型のもう全天候型というかあいや青天井型ですね、えー、完全に外で 同じように学校と同じような状況のプールで作られていまして夏しか使えないと水のプールでございますから、まあ、そういう意味であの実際にこういうところが使えるようにするということもあの清掃工場としての、まあ、いろんな経過のあった約束事もあると思うのでこういうことについてはきっちり、えー、この温水プールなども作ってほしいと。 有事元要望もあるんですが、そういうことについては聞いておられるでしょうか村中部長。はい、あの今、先生お話ございました通り、あり、この地域、あの皆様方あ、長年にわたって、えー、京都市の観光行政に多大な ご理解とご協力いただいたということで、本当に重要な役割を担っていただいたという地域でございます、あのそういった地元からのお声、ご要望についても、これまでから定期的、あるいは状況に応じて、場を設けてお聞きをする場もございましたあの引き続き今後ともそのあたり、えー、皆さんの声に耳を傾けまして、えー、地域の活性化にも役に立つより良い施設づくりというのを目指していきたいというふうに考えております。はい八草副委員長 えー、今あの、地域の協力を得てということでございましたので、まあ、今後も十分協議もしていただきたいし、地元要望に応えていただきたいということを改めて申し上げておきたいと思います。でそれであの、やっぱりその環境教育ということを打ち出しているならば、私は思うんですけど、もっとその農業用水路や、いわゆる近くにです、ね、も隣にあの伏見の浄水場があります。 そういう点での,この熱エネルギーの使い方、ですね効率的な発電の仕方、まあこういうものを再生エネルギーをです、ね、もっと活用することも含めて、現在、横地の清掃工場ではです、ね、今、ここで年間です、ね、これは発電量は47ギガワットアワーと。 いうことでございますから、まあ、この点、えー、発電して売電が二十三ギガワットアワーということですが、まあ、これについてはあれですか、あのだいどのくらいのお世帯の分の発電をしそして売っているというんでしょうか。はい、えー、渡辺担当部長。はい、えー、現在南部クリーンセンター第一工場ではあー。 発電量が今先生ご紹介いただけましたように、47ギガワットアワー、これは27年度の実績でございます。4700万キロワットアワーになります。これが大体世帯数、この発電量をすべて世帯に送電をいたしましたら、 バクッと1万所帯分ぐらいの電力になろうかと思います第二工場につきましてはこれをさらに上回る電力の発電南部クリーンセンターで8800キロワットという定格電力を発生するタービンがございますそれに対しまして新しい第二工場では 2倍とまではいきませんが、1万4000キロワット、これにバイオガス1000キロワットを足しますと、1万5000キロワットという非常に膨大な電力を生み出すことができます、これをまあ周辺部に供給するというのは、電力事業法の関係でなかなかできませんですけれども、最大限固定価格買い取り制度を有効に活用しまして、本市の収入増に寄与していきたい、まあ、このように考えております。はい、赤坂副委員長 あのかなりこれ1万世帯といいますと横工寺も,も、えー、淀も農村も入るぐらいのお世帯数になっていますねかなりの世帯ねその環境京都の南の玄関口にふさわしいあの環境を作ることができる能力を持っているというふうに思うんですけども、まあ、そこであ,のあれですねあそこの、えー、水たれの その太陽光発電のところで行っている地元対策としてね地元の街灯などの設置やその電気容量をですねえすると賄うということもやられているようですのでまあぜひあの売電はできなかっえ売電ですか売電しかできないということだけどももっとそういう意味では地元の,そのまあ体育館の施設の 電気量も今現在使っておられるということもありますし、地域のそういう街頭設置の問題も含めて、あのぜひ効果的な電気の送電をお願いしたいなというふうに思うんですが、いかがでしょ、はい、渡,渡辺担当部長。 はい、あの水いれの埋め立て処分地北の各町地の部分にございますソフトバンクのメガソーラーでございますが確かにその周辺部の街灯等にも送電をされているというふうに聞いております我々が現在建設を進めております第二工場につきましては直接個人のご家庭あるいは周辺部の街灯に送電をするというのが、まあ、技術的にも あるいいいは法律的にも難しい部分がございます少なくとも南部クリーンセンターのあの敷地の中につきましてはあ周辺部の街頭も含めまして電力を供給しなおかつ最大限、うん、いわゆる電気事業者の方に売却を最大限努めていきたいと、まあ、このように考えております、はい、赤塚副委員長敷地内というのはその横路運動公園は入るんですね。 はい、渡,辺渡辺担当部長、はい、あのもちろんあの、隣接しております横寺運動公園体育館にもおきっちりと送電をしていきたい、このように考えております坂副委員長あのスポーツした後にシャワー浴びるとか、いろんなことがいっぱい必要なところは、ね、ありますので、ぜひその点は、えー、十分ここに住んでてよかったなと。 言えるようううなものににしていいいいたただきたいというふうに思いますで特に、横尾寺のクリーンセンターのこの排出ガスの問題もですね、調査項目でいろいろありますよね、ここには北工場の環境モニター版の設置のことが書かれていますけれども、これだけにとどまらず、現在、水銀の調査とかそういうものをされてるんでしょうか。 はい、渡辺担当部長、はい、あの水銀だけではなく、あの定期的に排ガス調査もきっちりしておりますし、えー、先生ご覧いただいてます、このお知らせにもございます、排ガスのリアルタイムでの表示、地元の皆さんにもご安心いただけるような情報提供にも、努めてまいりたいと思っております。はい、長坂副委員長あの 私も淀に住んで40年なすんですけど最初頃はあの水銀のこういう、えー、調査の結果っていうのはいろいろ地域でこう回覧板で回ったんですけどねあの今ほとんどそれは見たこともありませんし、えー、ぜひあのこの表示するっていうのはその現地の,あの、ね、敷地内であの表示をしてることだと思うんでぜひあの 地域的にもです、ね、あの調査しているんならばあの、関係のところにはです、ねえー、回覧板でも回してもらうと、でえー、住民の皆さんが安心できるそういうものをやっぱり表示していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか渡辺担当部長、はい、あの現在、北部クリーーンンセンター東北部クリーンセンターで、お地元の方に排ガス表示をご覧をいただいてますのは、主に 塩化水素あるいは窒素酸化物硫黄酸化物といったもう直接的に抗害に影響するようなあ重大な物質これについて安心いただけるような数値を表示をしているものでございます。 これは当然、第2工場にも引き続き入り口の玄関部分にどなたでもすぐご覧いただけるような形で表示をしたいと考えておりますし先生、先ほどおっしゃいました水銀の濃度あるいは他のいろんな排水、排ガス環境中の濃度いろんなものを測っておりますのでそれらにつきましては常に住民の方がご覧いただけるようなご要望があればお示しをできるようなそういう状態を作っていきたいと考えております。 はい、高坂副委員長ぜひあの今お話しいただいたように環境的にも本当に安心できる場所だということもこの示せるようにお願いをしたいというふうに思いますで特にあのランドマークで、えーね、展望台を作るという話もありましたけどもあの清掃工場のこの第二清掃工場の,あの最初のお知らせのところにも書いてますが、まあ、だいたい30年 ぐら使用清掃工場の建て替え時期なんですかあのそういう意味ではランドマークができても30年たったら一緒に撤去されちゃうので私思うんですけどもランドマークというのはやっぱりあのずっとそこにあの存在しそしてその場所があの本当にあー横寺いうたら環境の絵とかやなと環境教育の場所になってんやなというものが言えるようなものにしていただきたいと。 30年たったら撤去するようなのがランドマークと言えるのかというふうに私は思いますので、まあ、そんなものはあそんなものはと言ったら失礼ですけどもあのそれは作るよりももっとその学校はです、ね、私前から言うてるんですけどもあの清掃工場の近くにですね横路の小学校が移転する計画もあるんですねだから横路全体がそういう環境に優しいそして住民が安心して住める街だと。 いうことで、横井だけじゃなくて、それに関連もう、もう南の方に下がってきますと、やっぱり農村、淀、ですね地域、そして淀南地域というふうにあの、南部の本当に南の玄関口がですね、京都市の南の玄関口ともう市長が口開くは言うんだけども、一向に変わらへんという厳しい批判の声もありますので、まあ、この点、 えー、十分、住民の声を聞いていただいて、お願いをしたいというふうに思います。えー、ランドマークを作るというならば、やっぱりそういう全体として地域がそういうランドマークの環境教育の先進の町だと言えるような形に、えー、伏見・ルネサンス計画でも言われてますので、ぜひお願いしたいということを強く求めて終わります。はい あはい、足立どう先ほどの,あの部長の答弁の中で、都市油田に関する部分について、若干、ご報告あの、補足をさせていただきますあの、都市油田プロジェクト、紙ごみ等からエタノールを生産する、このプロジェクトにつきましては、あの先般の党委員会での,あの他の委員の方からの質疑にもありましたように、技術的には確立しているということを確認しておりますし。 南部クリーンセンターの建て替え整備を契機として実現化していくということはこれまでから本会議、それから党委員会でも申し上げてきたのでそれは実現してまいりますけれども実際のプラントの位置、それからあの具体的な年度、時期そういったものについては今後、精査をいたしますのでそういったものが固まった段階でまたお示しをさせていただきたいとそういういいに考えておりますはい、よろしいですか。 え先ほど赤坂副委員長の方から要求にございました地元住民との協定書の資料について、事社、提出できますか村中部長。提出させていただきます。はいえ提出できとることで,でございますので、委員会資料として提出を求めることにご異議ございませんか。はいいい異議なしととうこででございますので 委員会資料として提出を求めることに決定をいたしました。理事者におかれましては、なるべく早くご提出をお願いを申し上げます。この権利関連して、ございませんか。はい、はい、吉田委員、どうぞ。まあ、今、あの、年寄り、発掘プロジェクトにつきまして、質疑がありました。えー。まあ、ね、あの、お大部長のご答弁にもあったようにですね、昨年度の暮らし環境委員会でも。報告があり。 さまざまなやり取りがあったということでもありますし、またあの今、えー、政策官からもありましたように、ですこ今年になってからもね、私が前々回の本委員会でも取り上げておりますので、えーまあ、赤坂副委員長はそのことはあの忘れておられたのではないかなと思いますけれども、まあ、決して、えー、議会軽視ではないと。 私は考えておりますその上でね、ちょっとお聞きしたいんですけれども、今の,、まあ、あの先ほどの質疑で、えーまあ、研究施設、見学をする、ねえー、啓発の部分にとど、まあ、まるのかもののなら、まあ、いいのではないかとかいうふうなご意見があって、それに対する、まあ、ご答弁もそんなに、えー、それぐらいにしますとかいうふうなご答弁ではなかったと思うんですけれども、もう一度確認したいんですけれども、 この都市電発掘プロジェクトは2年前でしたか本会議代表質問で私が、えー、テレビ中継の場でもです、ね、これをパレルを使って質問させていただいて角川市長自らが答弁されましたそして、まあ、実用化に向けて、えー、研究しておりますとそして、まあ、南部クリーンセンターの建設に合わせて、えー、その実用化への 方向性を模索する検討もしておりますという答弁をしておられますし、えー、やはり一歩踏み込んだですねあの再生エネルギーの大きな可能性を秘めている京都ならではのプロジェクターであるというあの非常に 評価ののの高いものですので、すやはり私は、単に、えー、見学してあ、このものがあるのかというふうにとどまるものに、ね、ならないようにしていくことも大切なことであると、これまで投入したさまざまな、えー、ご努力や、またあの民間とのさまざまな協力の積み重ねの研究成果や、また税金もですね、それを、えー、もっともっとこうより以上に欠けたもの以上の成果が出るものにしていく必要があると考えますけれども、いかがでしょうか。 はい、渡辺担当部長、はい、ただいま吉田先生からご指摘ございましたように、私の先ほどの答弁は言葉足らずでございました、あの少なくとも必ずその技術を見せるのはもちろんでございますけれども、この都市油田発掘プロジェクト、あるいは熱発電チューブとか、いろんな新しい最先端の技術を、当然、実用化を目指して、 えー、産・官学連携をしながら現在その技術のブラッシュアップを務めているところでございます特に先ほど政作官がお答えさせていただきましたように都市油田発掘プロジェクトにつきましては技術的にかなりブラッシュアップがされておりますあとはコストの削減とか先ほど申しましたようにエタノールの製,製造期間の短縮とか当然コスト削減に向けたいろんな技術開発を 今後進めてまいりまして何とか第二工場の竣工時期に実用化を目指していきたいこのことについては変わりはございません以上でございます吉田委員よろしくお願いします、まあ、先ほど、ね、赤坂副委員長がご指摘された鑑定の中に、ね、地域住民の方々に説明が必要であるとおっしゃりましたこれは本当に私もあの同化でありますやはり、えー、このプラントがいろいろ本格的に、えー 進めていくことがね、検討が深まったときにね、これによって地域の方に迷惑がかかるんじゃないかというふうに思われるようなあの空気がね、もし高まってしまえばですね、それは、えー、私自身もですね、それはそういうことがないようにしていく努力を深めると同時にですね、それがもし誤解であればその誤解を解く努力が不可欠であると思,思っております。逆にこの京都ならばののなば再生エネルギー技術の さまざまな研究とそれを実用化に向けた、ね、取り組みというのは、京都が誇るべき素晴らしいあの取り組みであると、私は思うんですよ。この都市電発掘プロジェクトも、ですねまた熱発電チューブも、えー、多都市の方々がもう多くのところから行政視察をお見えになっていますし、またあの、夢の扉という名前の番組と思うんですけどね、そこの番組でもですね何度も取り上げられています。本当に え注目をされている京都ならではの,あの研究成果であり、プロジェクトであると思っております、多くの地元の方、京都市民の方も、ですねその辺をもっと深くあの広く知っていただければ、あの誇りに持って思われることになると、私はもう確信をしておりますので、そういう地域住民の皆様をはじめとした、えー、周知もです、ね、極めて重要であると思いますので、この点、しっかり努力をしていただきたい、最後に、ね、その点をご見解をいただいて終わります。 はい、えー、渡辺担当部ただ、はいま吉田議員からご指摘いただきましたように、えー、最先端の技術を、まあ、見せるということを以上に、えー、お地元の皆さんのご理解を得ながら、まあ、きっちり事業を進めてまいりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたしますはいこの件に関連して、えー、他の委員の方、ございませんか。 なければ以上で環境政策局を終わります理事者の皆さん大変ご苦労さんでございました次の文化市民局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご理聴願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ちいただきたいと思います それでは委員会を再開いたします。それではあの文化市民局関係の報告聴取を行います。まずはじめに京都市美術館再生工事に関わる基本設計についての報告を聴取いたします。理事者報告願います。はい北村文化事業担当局長着席して報告してください。はいよろしくお願いいたします。 京都市美術館再整備に係る基本設計についてご報告を申し上げます本件につきましては今年3月の暮らし環境委員会におきまして基本設計の途中段階での状況をご報告を申し上げましたが本日は基本設計の完了に伴いまして改めてご報告させていただくものでございますお手元には暮らし環境委員会資料と基本設計の概要を取りまとめました別都市の資料をお配りしております まず一枚ものの委員会資料をご覧ください京都市では平成25年に創立80周年を迎えた京都市美術館を今後とも国内外の多くの人々を魅了する美術館としていくため昨年3月に基本計画を策定し再整備に向けた取り組みを進めてまいりました基本計画では再整備のコンセプトとして次の3点を掲げております 本館に加え新館を建設し京都の新たなシンボルとなる美術館を目指す、えー、豊富なコレクションに加え現代芸術の今を発信する日本を代表する複合型美術館としての魅力を高める岡崎地域のポテンシャルを生かしギャラリーアメニティ機能の向上により日本有数の集客,、えー、集客力がある美術館を目指すでございます。 これに基づき取りまとめました京都市美術館再整備工事基本設計の概要をご報告いたします1基本設計の考え方でございます1点目は本館についてでございます老朽化の進む本館については全面的な改修による耐震性能の強化空調設備照明設備の全面更新防火設備の強化など抜本的な展示機能の強化を図るとともに建物を保存継承し 将来的に国の文化財指指定を目指します2点目は本館地下については当初地下2階を想定しておりましたがコスト削減等の観点から地下1階としております。これに伴い基本計画では修繕活用する方針でありました既存の収蔵庫等を解体しそこに地下空間も活用しつつ新たな展示室と収蔵庫を備えた新館を建設いたします。 3点目は岡崎地域の活性化や来館者サービスのさらなる向上を図るため本館西側に地下を増築しエントランス空間やトイレロビー機能を充実させるとともにカフェやレストランミュージアムショップなどを整備することとしております次に2基本設計の概要でございます1基本設計者はプロポーザルにより選定しました青木淳西沢鉄道設計共同体でございます 2、施設概要でございます。敷地面積や構造、利面をご覧いただきまして、建築面積等につきましてはご覧のとおりでございます。3、整備内容でございます。現状では延べ床面積約1万1900平米のところ、基本設計では1万9590平米と、約7600平米増加しております。 内訳としましては展示、収蔵をそれぞれ拡張しますとともにカフェやレストラン、ミュージアムショップ等を新設いたします具体的な整備内容については別添の資料に基づきましてご説明申し上げます別添の資料をご覧ください表紙を開きいただきまして表紙の裏面1ページ目でございます敷地北西部から美術館本館正面を眺めたデザインイメージパース図でございます 本館の重厚な佇まいと風格を尊重しながら入場待ち列の整理やユニバーサルデザインの観点など現代の美術館にふさわしい機能とデザインを持つメインエントランス部分を本館西側の地下の増築部分に移動させ緩やかなスロープ状に掘り下げた広場を通してより親しみやすい美術館を実現いたします。2ページをご覧ください 敷地北西部から南向きにスロープ広場メインエントランスを眺めたもので神宮道に面した緩やかな勾配のスロープ広場が美術館を訪れる人々をエントランスへ導きます3ページをお願いいたします美術館の北東から南西向きに美術館を眺めたものです 敷地の北東部図面では手前にあたりますがここに現代アート展示室や収蔵庫を持つ明るく開放的なデザインの新館を整備いたします新館は東山を望み南側の日本庭園と一体となった空間を構成するとともに京都市動物園との間に新たな人の流れを生み出します四ページをお願いいたします 京都市美術館の敷地全体を南東の上空から眺めたものでございます5ページお願いいたします敷地全体の配置計画でございます敷地の西側神宮道側には特徴的なスロープ広場とともに本館の北西角には地下につながるサブエントランス南西には一階建てのレストランを配置します 西玄関正面にある大きな欅は保存しその周囲を憩いの場として整備します敷地北側の二条通り側は歩道と一体になる並木道を整備し緑豊かな歩行空間を創出します北東には既存の収蔵庫を解体して整備する2階建ての新館でその軒下空間はガラス越しにアートを感じられる散策の小道となります 敷地の東側では日本庭園を保全継承するとともに新館には日本庭園に親しめるスペースとして屋上庭園を設けますまた東玄関に出入り口を整備するとともに来館者が気軽に散策できる小道を整備することで京都市動物園から京都市美術館へのアクセスを容易にし同時に東西の玄関を無料ゾーンでつなぐことで岡崎地域の回遊性を高めることとしております。 敷地南側琵琶湖珠水側は緑地帯を増やし水と緑に囲まえ包まれる憩いの場として整備するとともに、えー、桜並木は保存継承いたしますこのように東西南北の四方について岡崎地域の活性化魅力向上を目指した配置計画としております6ページをお願いいたします、えー、地下1階の平面図でございます、えー、資料の左側になりますが、えー、本館の地下に十分な広さを持ったエントランスを設け 地上部分から近い来館者をスムーズに誘導します。新たなエントランスホールは海外展等の開催時における入場待ちスペースとしてだけでなく地下に整備するカフェミュージアムショップ等へ接続するとともに大階段を通って1階の大展示室へとつながります。また北側には若手芸術家の発信の場となるギャラリーさまざまな教育プログラムに活用できる講演室を整備するとともに 既存の地下スペースは、当時の衣装を残したまま、と目的展示スペースとして活用いたします。北東の新館地下には、現状の2倍もの面積の高温・高室の収蔵庫を新たに整備するとともに、現在、中庭に置かれている設備・機器類を移設する機械室を設けます。7ページをお願いいたします。地上1階の平面図でございます。 まず本館ですが、大階段で地下エントランスとつながった大展示室、図面中央のピンクに塗った部屋でございますが、ロビーやイベントスペース、大型作品の展示空間として多目的に使えるように改修をいたします。本館南北の展示室は、内部に新たな壁・天井を設け、気密性・断熱性を高めた高温・高湿の万全な展示環境を整えます。 西側玄関はステンドグラスの天井や大理石の階段等、また、設備機器類が置かれ有効に活用できていない中庭につきましては、北側の中庭はガラスの屋根をかけて屋内化し、展示やレセプション会場として活用し、南側の中庭については屋根は設けませんが、屋外展示や憩いの場として活用します。 北東側の新館では多様な芸術が自在に展示できる空間として約1000平米の現代アート展示室を整備します展示室周りにはガラス壁のロビーを設け中からは日本庭園を外からはアートを感じられる室内といたしますなお現在の事務所等であります敷地南東の付属等はワークショップなど多様に多様なニーズに対応できる空間としてまいります8ページをお願いいたします地上2階でございます 本館北側の展示室は1階と同じく内部に新たな壁展示を設置し高温硬質環境といたします南側の展示室につきましては本館の特徴でもあります壁の高い位置にある窓ハイサイドライトと申しますがここからの自然光が降り注ぐ特徴的な展示環境を継承いたします大展示室の2階の部分ピンクに塗っている部分ですがここには東西のルビーを行き来できるバルコニーを設置いたします またパース右上になりますが新館につきましては事務室機械スペースといったバックヤード機能および日本庭園に親しんでいただける憩いのスペースとしての屋上庭園を整備いたします9ページには断面計画を掲げておりますがここでの説明は割愛をさせていただきますそれでは委員会資料の裏面にお戻りください次に4概算工事費でございます 現時点での概算工事費は基本計画策定時と同じく約100億円を見込んでおります。5、その他でございます。バリアフリーへの配慮については、車椅子対応エレベーターの増設や、オストメート対応、多目的トイレの設置、段差のない円滑な移動空間を確保しているほか、環境への配慮として太陽光発電設備をはじめ、省エネルギー対策や緑化計画を行っております。 最後に3、今後の事業スケジュールでございます。実施設計、実施,設計施工の一括発注にかかる広告を平成28年7月に予定しており、9月に仮契約を締結し、11月司会において発注契約にかかる議案を提案させていただく予定としております。スケジュールとしましては、実施設計10か月、施工21か月の計31か月を経て、平成31年7月末の竣工。 その後室内環境の安定に必要な機関開館準備期間を経て平成三十一年度中のリニューアルオープンを想定しております説明は以上でございますどうぞよろしくお願いいたしますはいご苦労さんでございましたただいまの報告につきまして、えー、質問のある委員の方はご挙手をお願いいたしますはい、はいえー、そ,それでは、えー 質疑はあの昼からとなりますが、赤坂あ。赤坂副委員長で吉田委員中野委員ですね。の人に行いますので、よろしくお願いいたします。質疑の途中でございますが、暫時休憩いたします。再開は1時5分ですね。1時5分でございますので、よろしくお願い申し上げます。ご苦労さんでございました。